2016年のオリンピック招致でリオデジャネイロに敗れた東京。先ほど石原都知事も参加しての招致活動報告会が開かれました。報告会には東京オリンピック招致の旗振り役だった石原知事をはじめ、 JOC 日本オリンピック委員会のメンバーら100人が顔を揃えました。国際社会でどのようにアピールすべきかなど、今後へ向けた課題も報告されました。石原知事は2020年のオリンピックに広島、長崎が名乗りを上げている点に歓迎の意向を明らかにしています。広島、長崎であることの、意味、意義ってのは非常にあると思うけども、そのノウハウは、いくらでも提供しますし、石原知事は都が改めて立候補するかどうかについては次の知事が決めることと交わしました。